こんにちは。東京都中小企業振興公社の越京子です。私たちは自社商品の海外販路開拓をお考えの都内中小企業に対し、越京 EC プロモーション支援事業を実施します。ご関心のある企業様はぜひご覧ください。皆様、越境 EC ってご存知ですか？越境 EC とは国境を越えた e コマースのことで、インターネット通販サイトを通じた国際的な電子商取引、つまり海外向けのネット通販のことを指します。例えば越境 EC サイトを利用して日本にいながら海外からバッグやアクセサリーを購入することができます。日本から海外へは化粧品やベビー用品などさまざまな生活雑貨品が販売されています。皆様は越境 EC サイトを利用して海外から商品を購入したことがありますか？日本では越境 EC を利用した人はわずか 6% しかいません。しかし中国では 43%、 アメリカでは 34% もの人が越境 EC を利用して外国の商品を購入しています。金額ベースで見ると中国は年間1兆5000億円、アメリカでは8000億円もの日本製品が購入されています。次に越境 EC の世界的な市場シェアを見てみましょう。最大市場は中国で、世界全体のなんと 56% にも及びます。時点がアメリカの 17% です。また今後急成長が見込まれるのが ASEAN と台湾、香港と言われています。これらの国々は経済成長が著しく、親日国のため日本製品が大人気です。日本から見て中国、アメリカ、そして ASEAN と台湾、香港が越境 EC の有望な市場と言えるでしょう。世界の越境 EC 市場規模は年間約110兆円と言われており、さらに年率 20% 以上で拡大し、今後も増加傾向にあります。越境 EC による販路開拓は、中小企業の皆様が自社製品を世界に販売する大きなチャンスとなります。とはいえ、海外の EC サイトにどのように商品を出品すればよいかなどわからないことも多いでしょう。そんな時はぜひ公社の越境 EC プロモーション支援事業にお申し込みください。商品の出品から発送、各種プロモーションなどさまざまな支援を行います。ここからは越境 EC プロモーション支援事業についてご説明します。なお、出品企業募集要項詳細はこの動画の下の概要欄、もしくはスライド最終ページに記載の URL にアクセスしてご確認ください。本事業で利用する EC サイトについてご説明します。本事業ではグローバル市場向けの eBay と中国市場向けのタオバオ、2つの EC サイトを用意しています。 eBay は200カ国以上に広がる世界最大級のグローバル EC モールです。一方、タオバオはアリババグループが運営する中国最大、すなわち世界最大の EC モールです。8億点以上の商品が販売されており、年間取引額はなんと50兆円に上ります。それぞれの EC サイトのリンクはこの動画の概要欄にありますので、ぜひ覗いてみてください。次に、ご応募から出品までの流れについてです。 eBay やタオバオに自社商品を出品してみたいと思われた企業様は、ぜひ本事業にご応募ください。応募締め切り後、公社の審査会で選定された商品は、委託事業先である株式会社 JTB を通じて EC サイトに出品されます。本事業では越境 EC に関わるさまざまな支援を行います。まず、出品にかかる支援です。
出品商品の情報について英訳・中国語訳を行い、その後一連の出品手続きを行います。次に各種プロモーション活動です。販売拡大のため Facebook、TikTok、Redbook などの SNS を活用したプロモーションや、日本好きの外国人が集まるサイトファンジャパンで情報発信を行います。そして出品前・出品後にセミナーを開催します。出品企業が自社で継続して越境 EC 事業を実施できるよう、さまざまなテーマでセミナーを予定しています。商品発送方法についてです。商品の発送は海外の消費者からの注文後、各国に発送する直送モデルであり、在庫リスクは発生しません。 JTB 指定の日本国内の物流会社が在庫、受注、配送管理を行いますので、出品企業にとって面倒な梱包や発送の手間がかかりません。続いて費用負担についてです。 EC サイトへの掲載費や SNS を通じたプロモーション活動費、セミナー参加費など事業利用における出品企業の費用負担はありません。ただし出品商品を JTB が指定する日本国内倉庫に発送する費用と、掲載期間終了後商品返送にかかる費用などは出品企業側のご負担となります。応募資格についてご説明します。応募資格は1、東京都内に登記がある中小企業であること。2、応募商品が自社商品であること。3、消費者向けの越境 EC に適した魅力的な商品を有していることなどです。詳細は出品企業募集要項をご確認ください。続いて応募方法についてです。ご応募に必要な申請書類は概要欄にリンクがある公社ホームページからダウンロードできます。必要事項を記入し、会社員捺印後、公社宛にご郵送ください。またご入力いただいたエクセルシートは、この動画の概要欄に記載の公社メールアドレス宛に E メールでも送付してください。なお商品エントリーシートはグローバル市場用と中国市場用、また応募商品数により異なりますのでご注意ください。ご応募いただいた申し込み書をもとに、公社にて出品商品審査会を行い、出品商品を選定します。グローバル市場、中国市場、それぞれ約50商品を選定します。出品企業に選定された企業は、6月に委託事業先の JTB と出品条件契約を締結していただきます。その後、7月上旬に商品情報をご提出いただき、7月末頃に EC サイトへの商品掲載を予定しています。掲載期間は、2021年3月31日までです。本件に関するお問い合わせ先は以下の通りです。また eBay、タオバオの特徴や中小企業が実際に越境 EC に取り組まれた成功事例、失敗事例についての動画も、公社越境 EC プロモーション支援事業サイトにて無料で公開中です。お問い合わせフォームより視聴お申し込みをお願いいたします。多くのご応募をお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。